ゼロ、月はみの仮面。11の食、月はみ。では、やっていきたいんですが、ちょっと、だいぶ1週間ぐらいちょっとね、間が空いちゃったんですよね。だからね、お札を3つ集めて空いたところっていうのはどこだったっけね。どこだっけ？どこだっけ？こっちだっけ？こっちで合ってる？こっち、ここから通ってくるとこだっけ？どうしよう、こんなにも。皆さんは続きで多分見れてるとは思いますけどもね。ちょっと待ってね。はいはいはい。フィルムはあると。はいはいはい。はいはい。はいはいはい。はいはいはい。んでですな。ん？こういけない？あ、いけない。お札の封印を解いた場所はどこですか？どこでしたっけ？こっちか。ちげえな。違う。こっちか。2階ではなかったよね。1階だよね。1階の、どこ、これだと2階に行っちゃうかな？ 2 階に行っちゃうね。2階ではないよね。ちょっと待って。地図、図地見ます。リストで、現在地、これが、今は、これだね、2階って、2階ではないよね。2階ではない。はい、すいません。すいませんでした。こっちか、ここ違うぞ。こんな狭いところでも迷子になる、なれるよ。迷子になれる。特技迷子。迷子になることだから、特技。あんまいないでしょ？大人になってから迷子になる人って見たことないでしょ？まさるくん、ほんとにね、ちっちゃいっていうのもあるかもしれないですけど、すぐね、迷子になるんですよ。見つけてもらえない。そして、すごいこっちアピールしてるのに、アピールしながら、何かに、大人の事情の何かに。ああ、どこだ？こっちに道はないよね。道はないよね。あれ？どこだ？この入り口じゃないもんね。あれ？入り口の封印解いてなくない？解いてるこれ。ここ？ん？ここ？玄関の扉に面がかけられてて開かないでしょ？だから、こっちだ、こっち。こっちだ。こっちだね。こっちだね。ここセーブ場所も何もせずにただセーブ場所戻ってきて、そう、こっちはこっちだ。もうそもそも行く方向は違うっていうね。で、こっちは？こっちだ！こっちは、こっちは、ここ、思い出した、思い出した、ここです！ここです。じゃあ行きますよ。ちょっと待って、怖いんだけど、開いている。開けたからね。開けたから開いてるだろ、そりゃ。大丈夫か？大丈夫か？いるか？ちょっと、怖いよ。え？か、ブルブルしてる。ブルブルしてる、あそこ。え？大丈夫？怖い。あ、このお面がなんかみたいな。なんか調べる。ん？調べたい。なんかこれさ、銭湯の下駄箱みたいな。ああ、びっくりしないよ。棚の中には仮面が置いてある。いずれも精巧な作りで命が宿っているような雰囲気すら感じる。お面ってそうだよね。仮面の一つに何かの模様が描かれた紙が添えられている。紙。なんだ？あ、これ2階の謎解きだ。月のような、図形と対応するように楽譜が書かれている。楽譜か。宗谷の手記に父のものらしき書が添えられている。読もう読もう。キライ号を行う月読み堂の絵の入り口は今は禁意とされて、して閉ざされている。その扉を開けるには、ある月の音を奏でなければならないが、その調べは古くに失われてしまっていたの。またこれ来たよ。これピアノゲーですってコメントでもくれた方が いらっしゃったけども。またちょっとここでまたつまずくんじゃないか、この奏でが。しかしここに、灰原家の古文書から復元した古の楽譜がある。燃え残った楽譜から再現したのか、前に言っていた遮影機の力だとは言っていたが、遮影機の力。遮影機の力。なになに、どこそれ？ちょっと待って、それどこ？
月読み堂の入り口を振る。え、これ2階の話じゃなくて、2階なんかさ、月のなんかさ、楽譜じゃないけど、あれと同じようなのあったよね。光の面があれば、すべてのものを救うことができるはずだ。はい、わかりました。父ですね、これは。古い書を紐解く、そうや。うん。ここにも何かあるということですな。この古文書ですな。こんなん見てもわからんぞ、俺。違うのか、これじゃないのか。なんだこの青いやつは。調べる。どこ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 調べる。あ、かわいい。調べる。ちょ、ぐるぐるしちゃってごめんなさい。今調べる出たよね。どこどこそれ。これしゃがむとかできないからね。え、どこですか。あ、光ったはいいけど。違うでしょ。これじゃないでしょ。そろそろ来るんじゃない。引っかかんないけどね。引っかかんないけどね。よし。宗谷の式1、こっちからだった？父が残した手記のようだ。灰原氏はなぜ月はみの面が無垢の火を引き起こしたのか知りたがっている。宗悦が打った月はみの面で器が咲いてしまったのは、面を打ち損じ、精神の禁意領域に作用してしまったからだ。難しいな。真の月はみの面は器の自我を消し、一旦、打つせみにした。後、精神の、深淵に作用し、霊道を開く。そして、魂の源泉、霊ゼロ域へと通じる道を開くのだ。その後、ゼロ域へと至り、ゼロとなった器の魂はゼロより再び満ちる。いいね、ゼロ。ついにこのゲームのタイトル、ゼロ。こんなに急にいっぱい出てくるとは、これもうそろそろ終わりの印か？灰原氏は面をかぶることがどう精神に作用するか実験を通して調べてきた。月はみの面を打つにあたり、助力を願おうと思う。彼に断る理由はあるまい。そうだね。知りたがってるんだもんね。知りたがってるんだもんねーで、知りたがってるんだもんねーだけど、まあなんかこう、古いタンスだな、これ。すごいです。すごいです。え、調べる。まだ調べれる。本棚にたくさんの古書が収められている。そのほとんどは色褪せ、手に取ると湿気でボロボロと崩れ落ちてしまう。すごい長い年月あったんだな、ここにな。このまま湿気ってそんなにこもるもん？今なんかここら辺にあるでしょ、何かが。ねえ、どこそれ。あ、あった。口の中、やあ、口の中、これは口の中、ごめんなさい。あ、奏の面。机に飾られた面を取った。え、大丈夫？急に何かの絵が描かれている楽譜。うわー、出た出た、楽譜出ました。まだ調べれた今。あ、踏み机の上や周囲は古い書や本が散乱している。面作りに関する書物のようだ。じゃあ2階行こう。2階だろう、これは。こっちにも行けるの？こっちには行けないの？こっちには行けないね。じゃあ2階だね。じゃあ2階に行こう。2階、自分の部屋だよね。自分の部屋にあった何か、ほら、壁にさ、なんか月明かりが映ったところあったじゃん。あそこでしょ。これちょっと一旦触れといた方がいいね。こっちね。あ、こっちも行くようないよね。行くようないな、こっちは。ここで、一旦触れといてだ。一旦触れといて。スンって触れといて。ナウセービングで。で、こう、あそこのさ、ここ、なんで通れないの？この一個の、この、なんか、すごいぐるって回んなきゃいけないのは、なんかね、そこで、また、まさるこの、こう、方向運行が発動しちゃうんだよ。ここ一旦減ることによって。減ることによって。あ、ちょっと待って、なんか今、あの子がいた気がするんだけど。この子、あの子じゃない？あ、違う。可愛くないもん。違う。あの子はね、もっと可愛いんだわ。あの子はマジで可愛いと思っている。欲しいな。なんか発売してくれないかな、あの人形。で、こっち。階段こっちか。で、2階に行って、で、あれを解いてからだよね、きっと。その月読み堂だっけ？月読み堂のあの、なんか地図がさ、よくわからんとこ刺されたけれども。あそこに行けということなんだが、その前にだ。その前にだ。カムサムにだ。面白。マサル子面白。今笑った？みんな。笑った？今。
面白かったね、笑った？開かない。あげて。ここだよね、自分の部屋ね。あれ違う？あ、違うわ。ここ違う。ここ自分の、うん？違う？ん？ここだっけ？え？違う？ここじゃないよね。あ、ここだわ。ここだった。ここのさ、これ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 。これよ。これを。でもなんか違うな。待って。ここに来た意味ないのか。これを、さっき、ちょっと待って、これを、これ、さっきのさ、記録？どっちだ？違うな。入るか。さっきの楽譜。楽譜はどれだ？が、どれだ？飾られた面じゃない。人形。違う。これか？これは撮った時のやつだけど、さっき紙にさ、紙のやつって、ここじゃない？どこだ？あれは。画像じゃ、その他？その他ではないよね。あ、これ、ほおずき人形って言うんだって。ほおずきだって、ほおずき。違うんだよ。ここではないか。ファイルの、ごめんなさいね、本当に。記録か。違う。記録、あ、これだ、楽譜。あ、違った。あれ？違った。あれ？譜って書いてあったから楽譜のことかと思ったけど、違った。あれ？それと照らし合わせてみて、一緒だったりしないの？え、全然ないんだけど。ないな。ここじゃないのか。ここじゃない。資料？なんか違そうだけど、さっきの楽譜はからの手紙じゃないよね。手記、ここら辺にありそうだけど、これ違うよね。違うの。手記、手紙。まあ、いっか。じゃあもうあそこに行かなきゃダメなのかってこと。入る写真、道具ではないもんね、多分。キーアイテム、あ、これだ。キーアイテムだった。あー、これ一緒か？一緒じゃないんだけど。別に、じゃあいいの？いいの？ピアノがあったのはどこの世界線だ？ここじゃないのか。っていうことは、もうここから脱出していいってことだ。え、でもさ、入り口閉ざされてるじゃん。入り口閉ざされてるんですか？あ、待って、こっちの部屋にピアノ、あれ、ピアノあったのってこの時代だっけ？あ、やんのか、やんのか、ほら。どうだ。あ、いた。あ、この人強い人じゃん。やばい、強い人だ、この人。まずい。いた。ちょっと待って。この人強い人だ。痛い。死んじゃうと思う、これ。ちょっと待って、これ死んじゃわない？いっぱい持ってたっけ？あんま持ってないな。なんか、ソンソン言ってない？ちょっとさ、嫌い、この人マジで。あーっと。こうして。どこだ？痛い。ずるい。いた。撃っちゃおう、一旦。え、来んの？それ来んの？死んじゃった。嘘。でも何にもしてないね、今ね。もう何にもしてない。ちょ、これさ、2回行かない方がいい。え、待って、2回ってさ、ちょっと待って。よかったね、触っといて、セーブしといて。この人マジで嫌いなんだけど。2回行く必要ないか。5分前。労働して再開。はい。また労働しましたけども。これ待って、2回に行く必要あり？地図見て。2階ってピアノと、ちょっと待って、ここは、2階を見て、
ここ上がって、ここがあの部屋でしょ？こっち、あ、やっぱピアノあるよ、こっち。やっぱ奥行くんだ、絶対そうだ、行くんだ。行くんだよ、多分。あ、待って待って、じゃあさ、ちょっと回復いっぱい持ってこぜ。交換して、こういっぱいあるから、とにかく、これをいっぱい持ってって、10個ぐらい持ってって、持ちすぎ？いいよね。10個ぐらい持ってって、ただ一発しあんだよな。で、このカメラをちょっと強いのにするか。これ使っちゃわない方がいいよね。どうなんだろう。なんかこれでいこう。でも大丈夫。とりあえず、2階に行くんだよね。こっちか。こっちだ。2階に、の奥の部屋のピアノを奏でるんだと思うんだけど、違う？あ、その前にちょっと待って。これ入り口が開くかどうか。ここが開くんだったら、その、あの、月読み堂に行きゃいい話。ね、行きゃいいっちゅう話ね。いやー、行ってなさそう。この人がいるもん。あー、そうね。そうね。わったわった。あいつとまたやんのか。あの人、ほんとマジで嫌い。ってずっとなんかおえつみたいな音出してくる人。あの人に何回やられてるかわからんもんね。何回やられてるかで、マジで。あそこの狭いとこ、でも足も速いんだよね。言い訳ばっかり。マサル子、言い訳ばっかり。勝てない言い訳ばっかり。そんなね、言い訳ばっかり有効に育てた覚えはありません。お母さんは全く、なんでいけないね。よし。で、じゃあもう一目散だね。一目散に、あっちの奥の部屋行こう。一目散に。でもどうせ出てくんでしょ？どうせ。知ってんだ。俺は知ってんだ。やられたから。今ここ狭いもんな。来んだろ。おい、来いよ。来いよ。来んだろ。どうせここ曲がったら来んだろ。曲がったら、おい、来んだろ。曲がったら、は？ちょっと入れたんだけど。何？マサル子が弱いからって出るのやめようかみたいなことか。舐められたもんだな、おい。人形飾られてる。え、何？え、違うの？え、違うの？ここまで来たのに？え？だって開いてなくない？え、どうしたり？どういうこと？ピアノの上には、え、ピアノ、え、何、何？アンティーク調の机の上。え？すいません。どうしたらいいんでした？え、ここじゃないとしたらどうすんの？え、これ弾くんじゃないの？違う、和ダンスじゃなくてピアノよ。ピアノ。え？アップライトピアノ。ピアノの上人形が飾られてる。違うじゃん。え？え？ちょっと待って。え、月読み堂の入り口を開く。だから入り口ってどこ？ちょっと待って、ここにまずどうやって来たかか。これ2階でしょ？ 2 階。1階見て。ここが開かないんだよね。玄関。裏口とかあったっけ？ここか！あ、こっちか！そうだわ。あー、はいはいはい。これ2階来なくてよかったな、これ。こりゃ来なくてよかった。これ、あいつが追っかけてきても、もう一目散だ。一目散。もう一目散。すいませんでした。ちょっとごめん。ちょっと通るだけ。ごめん。こんだけ謝ればあいつも出てこないだろ。よし、来ないな。うぅ。よし、来ない。よし、来ない。で、待って、2階に来なかっただけであって、この1階にあいついるパターンある？階に出てくる。あいつはそういうやつか？そういうやつなのか？私の進路を阻むそういう嫌なやつなのか？ちょっと待って、一回とはいえこうだな。もしも、もったいない。で、こうやってるとすぐ出てくるんだよ、あいつ。油断したな。お前を葬ってやる。つって出てくるんだろう、どうせ。葬るな、私をすぐに。
一回触ろう。一回触ろう。一回触ろう。触らして。触らして。よしよし。ほんで、こっちだ。あ、ちゃんと息切れてた、今。こっちの裏口。待って、裏。ちょちょ裏口。ここか。こうか。これ出てくんじゃない？こっち行ったら、あいつ。また私の進路阻むんじゃないの？なんだ、どうしたどうした、楽しそう。楽しそう。すごい楽しそうなんだけど。よし。なんてダメなの？あ、ダメか。なってんの？ちょっと楽しそうじゃない？ちょっと、あ、使った。やばいやばい、寄り道させられたことによって、あいつ出てくる、これ。寄り道させられたことによって、こっから来たんだな。そうだそうだ。じゃあ、こっから出て、あ、やばい、許してくれた、あのおじさん、謝ってたら。許してくれて、で、とはいえ、あ、なんかありそう。どこにある、それ。あ、ある。何？来る？来る？来ない。あ、赤いやつ。なんか強化できるっけ？ルカは強化した方がいいのかどうなのか問題。あ、結構こっちは強化してる。レンズ。ゼロ。劇があるからな、でもな。劇が、でも130巻のか。あ、間違えた。これがあるから別にこっちをしなくてもいいような。これ、小で中でしょ？これがあるからいいよね。おそ。まあ、いいか。よし、月読み堂、月読み堂、月読み堂、ここか月読み？ここか月読みか？月読み、ここから。月読み堂の、月読み堂のこ、あ、ここだ！ここだ、ここだ！ここだ！ここに行くんだ。絶対そうだ。そこを切り開くって、元そこは開かなかったんだっけ？そもそも。いや、この廊下、あ、に？神楽に向かう奏たち、これは。あ、じゃあ、こっちで合ってるってことだね。かなでに、でもさ、行くのってこっちじゃない？行くべき。まだまだ行ってるようですけども。こっちじゃないってこと？ちょっと待って、こっちじゃないってこと？じゃあ。開かないのか。そうか、まだここ開かないのか。開くようになっていると思ったけど、開かないから。いや、ここの通路誰か出てきそう。ねえ。これ戻って、戻るしかないね。あそこ開かない、開けるための何かをしなきゃいけないってことか。開けるための何か。一旦地図ね。地図見て。こっちに行くってこと？こっちで降りて。右は何もないんだっけ？あ、行けないのか、こっち。あ、ちょっと待って、いる。いた、かわいい子いた、かわいい子おったぞ。おった。やだ、こんなとこにいたの？ちょっと、ほおずき人形。ほおずき人形だよね。かわいい。ちょっと、遠目からでもかわいい。あの子。私、あの人形マジで欲しい。あ、ラウンド1とかの UFO キャッチャーにないかな。あ。取れた？取れたでしょ、これは。いにしえの島民たち。あ、この人先起こっちゃった人たちかな。結局みんないなくなっちゃったっていう。ただ誘導してくれてる。こっちね。ありがとう。誘導感謝。誘導感謝だけど、次はあの、あそこの今開かなかったところを開きたいんだよね、多分ね。こっちに何かそのヒントがあるってことだよね。いにしえの島民たちの案内によって、失礼しまーす。ここ来たことない？もしかして。いや、あるな。ここ戦ったよね、おばあちゃんと。はい。おばあちゃんたちと戦ったとこじゃない？ここってさ、あ、あの、お面は、ここに置くのか。
こりゃこの後ここで戦うな。私はごめんなさい。あの日祭りの最中に連れ去られ。この奥にずっとずっと奥ちょっと待って、またちょっと待って、ちょっと一旦こうして、遮影機の、フィルムを、装備を、こっちにしまして、これさ、前に遊んだ子たちじゃん。ちょっとまた、またやんの君たちと。あー、ちょ、こう詰まってる、あれ、ボスは？お母さんみたいな人は？お母さんいなかったっけ？逃げてばっかりじゃダメだ。一旦後ろにもいるからね。なんかこけてない？今こけてなかった？大丈夫か？あ、ダメだ。どういう、危ねえ。避けるとかできるんだこのゲーム。避けるとか今までしたことなかったけど。よし、来た。一旦ね帰ってくるってなんかずっと言ってんだよな。なんかな、あ、強いよ。ちょっと3人いっぺんちょっと回復するか。3人いっぺんに遊んで、ちょっとそんなに私のことをね好いてくれるのはありがたいんだけど、私のことそんなに好いてくれるのはありがたいんだけどさ、一人ずつとかさ。あー、はい。もう一回撃つ。危ね。嘘、撃ったのに来んの？そんなのある？そんなあんのねえ。よかった、バンバーヒロフミいっぱい買っていっといて。バンバーいっぱい買っといてよかったねのターン。あー、違う、あ、なんかちょっと待って、コントローラーがバグってます。これさ、充電がさ、今さなくてさ、帰ってくる。誰が？あ、そっちにいるのね。こうしてこう、近い。あ、間に合わなかった。ちょっと、ダメだな。よくなかった。なんか下こけてる子いるんだよな。こける子が。どこだ？あ、どこ？ダメだ、まずい。うわー、気づくのが遅すぎた。いやー、この子たちはね、本当に遊びが大好き。子供ってバカみたいに走るよね。あー、そう、ごめんなさい。ディスっちゃった。子供のことをディスってしまいました。一回撃つ。あ、この子は、あと二人？ちょっと遊んであげるから。あ、ちょっとまず逃げまーす。ちょっと、嘘だ、今の。強い、そんなにね、もうね、お姉さんちょっと疲れてきちゃってるんだから。ここまで冒険して、大冒険してきてるからね、こっちはね。君たちはここでね、大冒険とかもせず、帰ってくる言うておりますけど。あ、これ手前の子にやられそう。あー、ちょっと危ない。こう、あー、こっちに登場。あ、こっちに登場。すごい、私の前へ来る。あ、前へ。助けてとも言ってる？あー、くそ。ほら、なんか上から落ちてくるよね、一旦。なんか。
よし、来た来た。あ、ダメだ。フェイタルがうまくいかないな。フェイタル下手くそ。フェイタル下手くそです。どうも、フェイタル下手くそです。あ、遠く。あ、いけんじゃないこれ。よし。で、一旦こうでしょ。一旦こうして。こうしてこう。あ、これまずい、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 まずい。危ない、危ない、危ない。危ない、危ない。ちょちょちょ。その動き、その動き、きしょいんですけど。ねえ、その動き、きしょいんですけど。すごい。危な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 い。あー、目の前。あー、ここつ、そう、ここ、積みポイント。積みポイント。あー、危ない。危ない。覆いかぶさってくるんじゃないよ、本当に。まったく。よし。あと一人、あと一人。あと一人。あと一人。おい、あと一人。あ、どこ行った？あと一人じゃない。まだ二人いる。罠であった、あと一人っていうのは。あ、まだもう、ずっとずっ、あと二人ね。なんか増えてない？この子たち回復してる、もしかして。あ、違う違う違う。構えて構えて。あ、間に合わなかった。そう。あ、ばば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 。あー、目の前に現れるのずるいんですよね。あ、これ後ろにもいるな。あ、どこにいる？あー、危ない危ない。うわ、今どこかわからんかった。一旦撃っとく。あ、これであと一人ね。これね、一人ずつやったらね、遊んであげれるのにね、君たちはね。ちょっと待って、まだいるわ、まだいるわ。ちょ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 、まだいた。ちょ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 、まだいた。え、これさ、この人、この子たち強くない？ちょっと、回復しよう。親玉はいないんだね。これ合ってる？ここで戦うで合ってるよね。これ、ま、大丈夫か？足りるか？回復。足りると信じて。足りると信じて頑張ろう。近い、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 近い。近い、近い。よし。ここ押して、一旦こっち行きます。うん、あれ、本当にさ、本当にあれなの？復活してる？君たち。あ、二人一緒。よし、来た。いいんじゃない？あと一人か。よし、これであと一人。帰ってくる。あー、ちょ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 。おー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 。あれ、違う。あ、ちょっと待って。やっぱ増えてない？ねえ。ねえ。二人やったはずじゃない？やったはずなのに増えてない？危ない危ない危ない。嘘だ。今の避けれたでしょ。今の絶対避けれたと思ったんだけどな。ずるいな。よし、来た。え、嘘、間に合わなかった。そう、今のは悔しい。今のは悔しい。ちょっと君たち、ほんとね、連携力がすごい、連携力が。連携力ナンバーワン選手権1位じゃない？やばい。バンバが足りないかも。バンバが足りないかもしれん。バンバがよ。もうバンバが。子供たち強し。子供たち強し。車高しと子供たち強し。こっちにいるか。ちょ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 。ちょ、ごめん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 。上から落ちてくるよな、あの子一人。上から落ちてくる。あ、ちょちょちょ、ごめん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 。戦ってる場所が良くないこれ。嘘だ。ちょちょちょ、避けれた、避けれた、なんか知らんけど避けれた。これなんかしなきゃダメなんかな、この間に。そういうことある？違う？そういうことではない。そういうことではないな。そういうことではない。やっぱり戦わなきゃダメっていうことね。助けてあげたいけど、君たちがあれだよ。ちょっと怖いことしてるよ。よし。よし。危ねえ、危ねえ、危ねえ、危ねえ。
避けたい避けたい、嘘、避けたと思ったのに。落ちるな。よし来た、二人一緒。よし、消えてって言った？そんなにさ、なんか今だいぶダメージ受けてたな、本人も。一旦回復か。ルカもなんかダメージ受けてたみたいになってたけど、よしよし、よかった、バンバカっといてね。あ、そうか、全然必殺技もか使ってなかった。あ、ちょっと待って、あれあれってやってたっけ、あの子やった。あ、6、1カード3枚だった。この子ってもう取ったんだっけ。あ、この子やだ、ちょっとごめんなさい。かわいいかわいい。ここに、わかった、ここの祭壇みたいなとこに、あのさっき得た面を授ける。あ、待って、なんかアイテムある。バンバくれ、バンバは、この青いのはアイテムのじゃなくてこっちの祭壇のこと？祭壇のことか。これさ、ここに面を飾るんじゃないか。父の家にあった仮面を祭壇に乗せると壇上の置物が動いた。うん、ん？あ、これか。え、こんなでっかいよ、これなんか。何？はあ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 。祭壇の月に月を模した玉が並んでる。これが月葬儀。あー、演奏。これあれだね。一回ちょっとやめて、ちょっと待って、これやめるって、やめますかで、はいにして、この資料を見ないとわからんから、待って、資料で、道具で、キーアイテムでしょ？キーアイテム、あ、どれだっけ？お、違うな、これじゃないな。どれだどれだ、あれ、あ、これか。これを、ちょっと待って、これを、わかった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 。これを、スクショして、パチリと取って、で、これを見ながらだ。見ながら合わせる。よし、やるぞ。あ、一旦、これ、いちいち手を伸ばす。これ、やられることあんの？これ。これを、今取ったように、回転？あー、こういう感じなのね。はいはいはい。で、こうで、次が、ん？こうで、次が、こうで、ここが、こうで、ここが、あ、間違えた。こうで、で、ここが、こう。で、ここが、こう。よしよしよし、できた。OK。ん？どこかで機械が動く音が聞く。機械が動く音。扉が開いたってことじゃなくて？な、何？あ、ここが開くの？ここが開くんだ。で、さっき開かなかったとことつながってるのかな？お、月はみ堂を調べる。オッケー、じゃあ行こう。開くかな？ここの奥に、だから、あ、神楽、老月神楽をやっていたときに、ここの奥まで連れてこられちゃった場所か。なの、この板は。連れてこられちゃって、だから、キライゴをやった場所だ、多分。ってことじゃない？よし。では、じゃあ、今回はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、じゃあ、この月はみ堂の中。これ、月はみ堂でいいの？ここは。
あ、地図見た。あ、月読み堂か。月読み堂か、こっちは。ゼロ楽の道っていうのかな。じゃあ、こっちから来たから、こっち行くのか。じゃあ、次回、この、月読み堂を調べていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回、お楽しみに。ゲームが上手になりたいな。もっとみんなに褒めてもらいたいから、コントローラー握る。でも、いつもお母さんは似ていてばかりで、俺を。